Oh yeah. やっほー。こんばんは。寝ないの？うん、まだ寝ないかな。なんか眠くないんだよね、あんまり。なんか本当はね、会う予定でしたけど、あ、痛い痛い痛い。なんかスタンドがなさすぎてやばい。ディナーは楽しかった。めっちゃ。見えるか。好きな YouTuber さんはですね、最近は海外の YouTuber さんもめっちゃ見てて、言わないんだけど、あ、玄太くん一緒に飲みたい、飲もう飲もう飲もう。 Please come in France。 あこんばんは、こんばんはです。お洋服かわいよ、かわいいでしょう。本当はこれなんか結ぶんだけど、なんか日本酒とシャンパンはマジですぐ酔っちゃうからダメ。あとなんか日本酒はね、体に合わない。やっぱり僕日本人じゃないから。韓国好きですか？好きです。アンニョン。影くんにダオくんの写真集渡しました。あ、嘘、マジで？ありがとう。
ション高いからなんかやばいと思う。明日からテスト頑張れー、テスト。Lovely me、 あ、読めない。Crying because of you. Thank you, Ryogi. 首輪かにゃ首輪かにゃ、これめ、なんかね、ちょっとメンヘラっぽいな。教習の本読んでたら眠くなってきた。眠くなりそう、マジで。マジで僕もマジそういうの読んだらもう一発で寝ちゃう。 Good evening from私昨日さ、マジメイクもさ、あのコンタクトもさつけっぱなしでさ寝ちゃってて、多分相当疲れてたんだなと思って。顔面にかけられたって、かけた子。 You are so cute. Thank you. Thank you so much. 明日病院だから寝ようと思ってたけど、ドー君の配信見たいから寝る。いや、それ Oh my god. 中洲で会えるの楽しみだ。どうゆきくん来てくれるかな。ああね、もうすぐだね。ね、行きたいっていうか、来てくれるかな、ゆき。今日お腹壊して死にかけた。大丈夫？何？病気？病気？大丈夫か？爆睡してるサダオにチューしようかな。チューチューチュー。ダコンお久しぶり。Want to see you. Thank you. Waiting, please. 首元ひもと、ひもですね。ひもです。ダー君のライブ配信見たらバイト頑張ろうと思える。頑張ろう。頑張ろう。頑張ろう。
今洗濯物を干して皿洗いして流しまで掃除しちゃったんで超偉いです。こんな時間にダオちゃん配信してる、起きててよかった、嬉しい、頑張れる、頑張ろう頑張ろう、ありがとうね、逆にこの時間でも見に来てくれてありがとう。鼻かゆくて無理なのに鼻のてっぺんにニキビ、だってこれ1個で1200円だった気がする。1200円プラスタックス。明日7日に行きたい大学の面接なんです。めためた緊張してます。大丈夫だよ、自分を信じて。気づいたら夜全然寝れない最近。てか昨日さ、帰り名古屋から帰ってる時にさ、宮城かで地震がありましたよね。皆さん大丈夫だったかな。実は僕たちもね、新幹線乗ってたから、サダオ最近顔疲れてるで。いや、そんなことないで。この間さ、新大久保で遭遇したやん。あの後トマンピに遭遇したい。あ、そうなの？ダブル遭遇、すごっ。メンズくん昨日さ、福岡じゃないわ、昨日名古屋でさ
そのイベントが終わった後かな、名古屋駅かなですれ違った男の方がダオのことをなんか前から見ててくれたらしくて、後から追いかけてきてくれて、すごい英語のコメントがいっぱいある。 Trop mignon I can't understand or you say but I love you so much. Love from some country from someone who love you. Chinese. Ah, oh my, thank you so much. 谢谢。So I'm so understand the understand の意味が分かんないけど、とりあえずイントネーションがめちゃくちゃうまく言えたから言いました。Yeah。あ、覚えてるよ。アリさんマーク。覚えてる、覚えてる。泣かさないイベント行きますね。ありがとう。いや、マジさ、僕さ、福岡でさ、舞台やってるからさ、なんか、
なんかなので行きます。最近マジで行こうと思って、そういう例えば予定立てたらすぐ行くようにするようにしてます。だから何日何日って決めずに、明日はどうですまあ過去に戻ることは無理だから、新しい気持ちでまたね応援してくれたら嬉しいな。クローズゼロで初めてダオくん見てから応援して、アンキスの子たちもだけど、そうやって新たにこうどんどん入っ、ね、知ってくれる方が来てくれるっていうのは本当に嬉しい。だからもう本当にもし舞台見て好きな服着れなくなるからさなんか嬉しいんだけど悲しい、何この感情みたいな、なんかギャップはあるかもしれないよ、もちろんね、このなんか羽織ってたんだけどさ、自分が着たそのね、それをこの服着ようって決めた時はまだ全然腕も全然そんな太くなくてあれだったんだけど、むずい、マジでむずい、悩みの種でも、だからこそ自分の中でできる範囲内のことはもちろん全力でやるけどね。
This self-styling. We love the hair you exhausted on.あら、すごい、首が出てきたね。やっほー。へいや、まだみんな寝ないの？12日の梅田のイベント期間悩み中。来てよ。だってさ、ずっとライブもなくてさ、イベントもずっとなくてさ、タオくんと身近なイベントある？単品ではないかな。でも今グループで全国の全国て全どうなの？おめでとう。まさか意外なところに行ったな。頑張ってな。バタシンくんの笑顔って何者にも変えがたい。なんちゃらなんちゃらですよね。そうだね。ダオもバトの笑顔大好きだよ。だからバトが笑ってるとダオも嬉しいし。
パワーアップした僕たちに会いに来てもらえるのを楽しみに待ってます。タオ君に会いたい、会いたいね、本当に。僕も陸ちゃんのケツバットの感想をどうぞ。まあ僕はね、見てただけなんですけど、すごい良きだと。こそですよ、本当出会ってくれてありがとうございました。ありがとうございましたっていうか、ありがとう、これからもよろしくお願いします。はー、今組んでできて心臓あれ急遽決まったんですけど、なんかあれすごいエピソードがあって、僕京スキーのその MC みたいな、そういう映像とか撮るときってリハーサルとかまあ大体あるし、かなんかちゃんと事前にこういう風に撮りますみたいな説明があるんですけど、僕そこ行ったら何も説明なくて、
自分的香水あんま好きじゃん。でもあの香水確かにそうだね、あの香水つけない方ももちろんいるからごめんね、逆にあのなんていうのかな、そのMC として出てたりとかしてて、で僕もだから事前にあのちゃんと勉強しとかないとと思って、あの見たはいるので、見てはいるので、突然助けられたし、本当に出会えてよかったって思う。今は全然会えてないから早く会いたい。ハートありがとうございます。なんか嬉しいですな。でも一瞬でも僕たちに出会ってくれたことはすごく感謝なので、なんか頭の片隅にいてくれたら嬉しいなって思います。本当だ、懐かしくていろいろ思い出すな。だってリリーベあの時行かなかったら今はないってことだもんね。行ってよかった。すごい素敵な思い出をちゃんと覚えてくれてる。ないんだ、お祭りも行けてないし、マジで何もしてない夏らしいこと。ファンファンスプラッシュってイベントは出たけど、でも言ったらまあイベントだし、なんかプライベートで花火11月16日なので、結成してからもう5年経つんですよ。今年で5年か、2016年だから今年の11月16日で5年。20、21、22、23、24、8年目ですね。でちょうど夏だったので8年突破しました。うわーすごーい
超大事やんな。わかるわかる、本当にわかる。いやー、うるしまる。じゃあもうみんなそろそろ眠いかな。YouTube ね、あげれるかもしれません。かもっていう、ちょっとあのフィルターかけちゃよくないけど、あの今もう編集が終わったので、あと載せるだけなんですけど、今その載せる段階のあのあれに手こずってるので、明日でもまあそれはずっとそういう考え方だから、なんか別に今はいいかなと思う。なんか大人になって、もっとおじさんになって、30過ぎてからとかが分かんない。でも今は僕は16歳からこのお仕事させていただいてるから、なんかもうまだまだ走っていきたい、突っ走っていきたいだし、別にいいと思うんだよ、別に恋人がいたとしても。だって正解なんてないと思ってるし、うん、だから今は自分は仕事頑張ろうってすごくずっと思ってますね。まあ、経験としてはもちろん大事かもしれないけどだってもうすでに楽しいもん毎日本当に楽しい。だないと、だってこういう人間にならないと思う。こんなお酒の、今今日は飲んでるけど、
僕は人間が好きです。人間味のある人が好きです。人間だなって。難しいことだけど、でも分かってほしいっていう気持ちでもあるわけじゃなくもない。なんていうの、難しいね。なんていうのかな、なんか理解してもらおうとは思わない自分は。だけど自分はこうだよっていう提示はする。それでついてきてくれる方がいるんであれば、僕はそれで十分ですって思います。うん、一緒だと思っちゃってるから。だからなんか恋愛しなくてももう仕事があるから、仕事してられる環境、まあいつどうなるかわからない、当たり前の環境じゃないから、常にありがたさというか感謝の気持ちを持ってお仕事させてもらってるけど、でもそれも恋人がいる当たり前じゃないっていうところ、恋人がいてくれるありがたみっていうところでも僕は重ね合わせてるから、お仕事があることがありがたみがあって、すごく僕は感謝して日々過ごしてるなって思うから、全然ね、なんかもうすごい、なんていうのかな、もういいんだよ。だからさっきも出会うことなんて難しいからさ、どこかしら理想とはかけ離れた恋愛もするだろうけど、でもそれもまあ経験としていいと思うし、ダウ君渋谷かどっかでしたって載せてたアクセサリーのカスタムのとこってどこだっけ。カスタム、うん、でもなんかお互いがそう決めたんであれば、で後悔もちろんすることもあると思うし、でもそれってすごい決意だよね。僕の家族も
というかママのね再婚して結婚してっていう新しいねお父さんっていう形で呼べる人ができたのは、言ったら普通の方よりは短いかもしれないけど、だからこそ ことだと思う。だって嫌いになったからってすぐ離婚しますか？わかんないよね。先のことを皆さん将来を考えて結婚してるから、そんなすぐに離婚っていう決断に行くまでも、隣にいないんであれば離婚という決断は、うん、もう大きな決断ですね。ね、難しいよね。なんか大人だね、本当に。大人ってこういうことなんだなって思うかも。むずいよ。てか寝るって言ってから多分だいぶ話してるな。Q2 配信見るたびにサダオと一緒にいれる時間大事にしたいって思う。いやー、ありがとう。いやー、僕もそうなんですよ。本当にイベント中とかすごいみんなのこと考えるんですよね。なんかどういう顔してるんだろうとか、なんかなんていうんですかね、めちゃくちゃ考えるんですけど、悩まれてる方もいるし、もちろんで、なんていうんですかね、ちゃんとこう悩まないでみたいな、悩まないでどうやったらすぐ会いに行きたいって思ってもらサークのファンクラブ入ろうかな。え、入ろう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 。めっちゃ最近動画更新されてるから見てほしい。全然知らなかった。会いたかったです。ねえ、ごめん。マジでそうだよね。絶対知らなかったよね。なんか、ちゃみなちゃんがね、招待してくださってて、見に行ってたんですけど、もう、めっちゃかっこよかった。本当に。ヒロ君もめっちゃ。
ローソンチケット見たら S 席売り切れてた。ありがとうございます。あの SS 席と S 席がもう完売したんですかね、確か。であとだから一般席しか多分もう、一般販売も8月の末になるのでまだなので、ちょっとあの ありがとうございます。またね、配信するときは絶対に来てください。多分モグリンしてた方もいると思うんですけど。